モンスターハンターワイルズプロデューサーの辻元です。プレイステーションのデジタルイベントで最新のプロモーション映像を公開させていただきました。皆さん見ていただけたでしょうか？まだの方はぜひ見ていただけたらと思っております。ということで、今日はですね、本作のディレクターの徳田とアートディレクターと、エグゼクティブディレクターを務めている藤岡にも来てもらっていますので、ちょっと皆様にメッセージを、届けさせていただけたらと思ってます。それではどうぞ。はい、ワイルズでディレクターを担当します徳田です。はい、ワイルズでアートディレクターとエグゼクティブディレクターをしている藤岡です。よろしくお願いします。ワイルズの方ですけど、まだまだ、実は開発中でして、情報、少ししか出てないので、多くは話せないんですけど、ちょっとお二人から今どんな感じで作ってるかとか、皆さんちょっとこういうところこだわってますよみたいな、ちょっと一言ずつでももらえたらと思いますので、じゃあ徳田の方から。はい、プロモーション映像でも見ていただけたかと思うんですけれども、今回の環境がどんどん変化していって、で時にはそのモンスターが群れたりだとか、今まで以上にちょっと生態系の攻撃的な側面みたいなものも体感していただけるような、作りにしていこうと思って開発事情というのを頑張っているところです。ゆうかさんから。はい、徳田がそういうふうにやりたいって言ったのもあって、それをモンスターハンターらしくどう描くかっていうのはかなり今回こだわってまして、お話、ストーリーですね、ストーリーとかそういった、アクション部分もそうだけど、とにかくその途切れないで没入感をどんどん出していくっていうところは、シリーズの中でも一番こだわってやってますんで、そういう世界観が好きな人かアクションが好きな人、いろんな人に最高傑作だと思ってもらえるように、みんなで頑張って、やっております。はい、やっぱモンスターハンターってモンスター、そうですね、まず一種類は久しぶりにこの両生種のモンスターのチャタカブラっていうのが、青いとカエルみたいなモンスターがいたと思うんですけど、あれがいろいろこう舐めて、こう自分のこう腕にまとわせて、よりパワーアップして、対峙するようなモンスターだったりだとか、あともう一つ群れて出てきてたドシャグマってモンスターがいたかと思うんですけど、ああいうのがこう環境が変動することによって、群れたりだとか性質もちょっと変化したりしながら、遊んでいく、生態系を描いていくってところがちょっと今までにないようなところですし、ドシャグマのそのちょっと、今までにない脅威感とか脅威度というか、危険性みたいなのを感じる性質みたいなものっていうのはちょっと今までのモンスターハンターにないような部分っていうのが描けてきてるのかなとは思います。あと映像の中で、プレイヤーハンターがですね、ある生物生き物に乗って、移動してたと思うんですけど、この紹介を少し、はいはい、あれはセクレトっていう生物で、今回ハンターのパートナーになる、生き物なんですけど、モンスターワールド同様今回もいろんな地形に要素がたくさんあって、そういったところもかなりこう何ていうかな、自由に行き来というか、そう移動をすごく助けてくれるような、生き物セクレットを使って、いろんなところに行ってもらうっていうのを結構こだわって作ってますんで、もちろんアクション中もすごく助けてくれるし、今回のその途切れないアクションっていうのにかなり貢献してくれる生き物になるんで、期待しておいてもらえればなと思ってます。すごくね、重要なキャラクターですよね。そうです、ね、はい、はい、あとですね、今回新しく出た情報として、この前のプレイステーションの、デジタルイベントでもお知らせがありましたけど、モンスターハンターワールドとアイスボーンをプレイされている方にはワイルズの中でお供の装備を、受け取っていただけるセーブデータ特典っていうのを配信する予定なので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思っております。喋ります。はい、そう喋るんですよね、はい、お供も喋るしハンターも喋るんです今回は。はい、というわけで皆さんいろいろ気になることもいっぱいあると思うんですけど、まだまだ開発中で、今もちょっと開発抜け出してこれ収録してますので、ちょっと早く戻って開発の方進めないといけないので、映像としてはそろそろ終わりにさせていただきたいと思っているんですけど、もう一つ、皆さんにお知らせがありまして、6月8日にアメリカのロサンゼルスから、オンライン配信されるデジタルイベントのサマーゲームフェスト、ここでもですね、モンスターハンターワイルズの最新プロモーション映像を公開する予定です。しかも今回はそのプロモーション映像の中に完全新規の初お披露目のモンスターも登場しますので、ぜひ皆さん期待してください。2人も
ロスには行くんですね、はいはい、僕たちも行って、はいはい、ちょっと説明させてもらおうと思ってます、はいはいはい、ぜひあの注目していただけたらと思っております。それでは皆さんまたお会いしましょう。ここからは6月のモンスターハンターシリーズの情報をお伝えします。フルボイスでよみがえるモンスターハンターストーリーズは6月14日に発売予定。モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼は同じく6月14日に対応プラットフォームを拡大してプレイステーションに登場します。今後もモンスターハンターシリーズをよろしくお願いいたします。